おい、渡る。うん。さっきも言ってたけど、さっきあの宿題してる。いやいや、後でする。いや、後でじゃなくて、もう何回も言うとこや。いや。ゲームよりさっき宿題終わらせ、宿題終わらせたらゲームしていいからさ。いや、だけどそれでも、あの、さっき。意味が分かる、言うと意味が分かる。宿題をしたらゲームしていいって言う。いや、ゲームしたらあかんでいいってね。頼んだで、な。うん。宿題して、それで終われよ。え、うん。おい、うん、さっき言うてからもう何分経っとんや。もう終わっとるやろ。ほら、次最後これが終わったらもうさっき宿題分かったの、うん、終わったところ、うん、やめるわけないやん。おい、さっきからも30分経っとるぞ。いや、やめない。いや、やめへん。やめろて。いや、やめへん。お前ゲーム消すからな。いや消すからな。やめて。あ、そうや。これやな。あのおっさんが。車中泊するときも家で寝るときもいつも使ってた。軽いしちょうどいいから持って行ったね。よいしょ。あんなおっさん知らんわ。前から YouTube でも見ようかな。そのまま出て行った。探しに行かない。渡る、どこいんだやろ。マジ暇やな。これ引いて昼寝でもしよっかな。このマットめっちゃ気持ちいいやん。おっさん独り占めしやがって。俺はここでのんびり昼寝をしよっかな。すっきりした。悪かったかな、父さんにあんなこと言って。じゃあもう家に戻るか。家でもやめよう。
たる。動いとったん。動いとったん。もう少しで警察に電話するとこやったんで。おい、どこ行っとったんや、お前は。お父さん、さっきはごめん。俺が間違っとったわ。遊んでばっかりじゃあかんよな。俺が大人になったらお父さんとお母さんをもっと楽させたいし、勉強頑張るわ。それとお父さんが愛用しとるこのマット、めっちゃええな。俺も勉強の合間の休憩に使っていい？ああ、ようやく渡るも勉強する気になってくれたんか。でもあのマットじゃないとお父さんも腰が痛くなるからな。あれやったら渡るにもう一個買おうか。お父さんありがとう。めっちゃやる気出たわ。早速勉強しに行くわ。おう、頑張って。成長したな。これで成績も上がったらええのにな。ああ、なるほど。まずはゲーム時間を倍にするか。よし。イエーイ。一番。俺が一人占め。俺が一人占め。ストレスのない寝返りができるからぐっすり快眠したい人におすすめです。詳しくは概要欄のリンクを見てね。ほら、うん、おい。お前笑ってまうんや。で、笑うんや、これ。ふざけんな。ちょっと似合う。おかしかった。何今それはいらんねんけど。どこ行っとったんや。ちょっと怒った。あ、怒った感じで行った方がいい。返してくれる。ちょっと待って、笑顔がこぼれるんや。可愛い笑顔がこぼれてしまうんや。あ、そうだ。あ、透明にしてじゃ。最後まで見てくれてありがとう。他の動画も見てね。